い、どうも中島裕翔です。さあ、この映画のロケセットを紹介したいと思います。驚きです。じゃあまず入ってもらいましょう。入り口狭いです。気をつけてください。頭もう結構背高いんですけど、こうやってかがまないと入れないぐらいで、毎回スタッフさんがこう頭をかがめながら監督も一緒になって入ってますね。さあどうです。ほんととにかく狭いで、まあ訳あってここに落ちてしまうんですけども、こう抜け出そうにもね、皆さん見てください、はしごがあるんですけど、途中で壊れてるんですよ。で、この上に続いてるはしごの部分がこれですね。はい、なぜか落下してます。はい、その理由は映画を見てもらえればわかると思います。でもこんなところにね、瓦礫もたくさんあって、ほんとね、もうとにかくひんやりしててジメジメしてるっていうのはね、すごくリアルで、本当にこうずっとここにいるとちょっと気持ちもズーンって下がってくるんですけど、まあなんとかこっからね抜け出してやろうっていうね気持ちを元に頑張ってやってます。じゃあまずね、このまだねこの上に繋がってるんですけど、その上部のセットがこちらにあるので、よいしょ。さあ上部のセットがこちらです。はい、これね、これ見ただけではまだわかんないんで、ちょっと中入ってみましょう。さあ来ました。これがさっきのカブセットの上が続くのがここですね。続いてる先がこれです。どうです？ちょっとこのなんか入り口狭くなってる感じもね、また窮屈な感じで、こっちははしごつながってるんです。で、これもまあこの穴から雨がバーってたくさん降ってきたりね、であっちのカブセットにたくさん溜まるんです。でびしょ濡れになったりするんですけども、いやまだまだこのマンホール本当に仕掛けがたくさんあるんですけど、まだ言えないんですけど、早く映画を見てもらいたいなって思います。はい、以上セット紹介でした。男はさゆりちゃんと幸せんな。幸せの絶頂から転落した。2分に一度積み重なるピンチと明らかになる驚愕の真実。すごいことになった。目にしたもの全てを疑え。ハッシュタグマンホール。